1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。あ、そうですね。沈殿するんだよね。そうなんです。はい。だから、まあ、うん、はーい、おはようございます。 MP チャンネルでーす。 MP チャンネルでーす。はい、ということで、はい、おはようございます。おはようございます。はい、この時期が来ましたね。ついに来ましたね。春一番の作業。春一番の作業でございます。はい、そうですね。はい、まあね、十勝の長芋農家の方はちょうど今やってるか終わってるかと、そんなようなところじゃないでしょうか。はい、はい、じゃあ早速ちょっと春一番の作業見せてください。はい、行きたいと思います。はい、はい、ということで、今は長芋の種の準備をしています。はい、種の準備ですね。はい、はい、さて問題です。はい、長芋の種は、はい、何でしょうか。長芋の種は何でしょうか。長芋の種は何でしょうか。すごい問題出ました。問題ですよこれ。長芋の種は長芋じゃないですか。正解です。ですよね。ちょっと裏をちょっと読んじゃいましたよ。そうなんです、はい、長芋を入れたら長芋が出る、はい、そうですね、はい、引っ掛けかと思いました、はい、一瞬、はい、そりゃそうだっていう、そりゃそうだということでね、はい、ということでね、はい、うちはですね 100g ぐらいにしてます。はい、100g ね、はい、はい、だからこの長芋を、はい、どうですかね、6等分ぐらいでしょうか。6等分、はい、はい、実際じゃあやってみます。あ、もう持っただけでわかる、はい、6等分ということで、まだ私、はい、8年目だよ、ね、はい、さすがですね、はい、じゃあ検証していきましょう。はい、はい、行きましょう。はい、じゃあまず、はい、はい、これ首って言いますか、長いもの、うん、はい、はい、首ね。まずここのとこをちょん切ります。はい、そういうの、はい、で、あ、捨てちゃうんだ。はい、このとこはね、うん、はい、はい、で、ここのところ、はい、大体これぐらいかな、 100g ぐらい、はい、はい、はい、で、これは首は首ゾーンに持ってます。うん、はい、はい、で、これを、うん、このおしゃべりが鍵がありますんで、はい、いきますよ。はい、お、どうですか。あ、いいところですか。おっと、さっきの1で6、はい、どうでしょう。あ、すごいじゃないですか。いやいやいや、さすね、もうやっぱり長芋8年目になりますから。はい、で、これをですね、はい、5等分します。はい、はい、はい、後藤隆君にしますよ。はい、後藤隆君ですね。後藤隆君をちょん切りたいと思うんですけど、はいはい、5の場合、マー君どうやって切ったらいいと思います。まあ、5つに切りますよね。はい、だから2と3じゃないですか。お、そうでございますね。2.5 かな。2.5 ちょっと引っ掛けですね。はい、ということで、まず僕はこれを1にします。1、1切ります。はい、はい、で、これが4ですよ。はい、そうですね、あと4個にしなきゃ。で、切る方によっては1、2、3、4っていうこともできるんですけど、はい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 、僕はこれを2にして、はい、2にして、はい、2にして、あー、なるほど、半分半分半分で、はい、うん、かなと、はいはいはい、で、こっちの細いところはちょっと長めに、うん、このお尻の部分は細くなってね、ちょっと長めに、はいはいはい、いう感じで、うん、次この5をここに入れてください。はいはいはい、流しますよ。はい、はい、どこ行くんですかあれ、はい、運ばれていきましたよ。これいいね、今年も、はい、去年も乗っけてるけど、あ、このコンビアの、うん、相変わらずいいね。あー、今今、あー、行った行った行った、はいはいはい、皆さん手際がいいですね。この音がいいですね、軽快なトントントンとね、はい、トン、はいはいはい、あ、いいですね、いいですね。あー、素晴らしい。おー、長い芋目線でこれ、わー、夜はおー、おー、すごい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 ですね。あ、そうですね。あ、そうですね。寝る冬は打たれる。すごいですね。はい。はい。ということで、はい。はい。今日もおなじみの、今年もおなじみの、はい。この正和さん。はい、どうもー。いや、近い近い、声張ってください。声張ってください。どうも、はいはいはい、どうもどうも、まさかずくん。まさかずくん、4年目、もうデーベテランですね。デーベテランですよ。デーベテラン、ほら、頑張るぞ。おぉ、はい、ということでね、この、はい、炭、
会担当してはいはい、司ってるんですね、ここはいしっかりとここ機能しなかったら詰まりますからね。あ、ここが機能しないと詰まりますからね、うん、とおっしゃっております、はい、通訳、通訳はいテロップで言ってみてください。はい、テロップはい、ということで、はい、ここに来るんですけど、はい、じゃあこれがどうなってるかと、はいはいはい、ここなんですね、長谷熊さんの、あ、長谷熊さんね、はい、これ私も今年買いましたよ。ああ、そうですよね。そう、去年の、あの、はいはい、動画撮影に来て、はいはい、あ、これいいなと思って、やっぱ楽だよなと思って、はいはいはい、そうですね、ちょっと今年買って導入しましたよ。そうですか、はい、やっぱ良かったですか。めちゃくちゃ楽でした。やっぱそうっすよね、うん、マークもやっぱりあそこね、ドブ付け担当忙しいですからね。そうですね、はい、今まで僕これ自分の手で上げてましたから。そうですね、ここをマー君がやってたもんね、はい、そうですそうです、この引き上げるのも、ね、はいはい、これはね、どの長芋屋さんも言うけど、これはすごい値がある、うんうん、入れてよかったってそうっすね、絶対言ってますから、はい、本当に長谷熊さん、はい、これは素晴らしい、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ案件待ってます、案件待ってます、はい、ということで、はい、まあ、このせっかくだから、この機械の詳しい説明もお願いしますよ。あ、わかりました。はい、まあ、去年に引き続きですけどね、はい、はい、まあ、さっき切って、コンベヤーに流れてたんですけど、はいはいはい、ここで液をつけるんですよ、チャパチャパンってね、うん、はいはいはい、ついてますよね。うん、ついてますね。で、そしたらこのコンベヤー走ってますから、はい、うん、使ったやつがどんどんこうやって上がってきます。はいはい、で、ここに落ちると、そういうことで、最後はまさかずくんがこういう風に積み込むと、はいはい、このなんていうんですかね、コロコロっていうんですか、はい、コロちゃん、あ、コロコロね、この角度いいね、この向きね、はい、はいはい、こういう形でやってますと、はい、あ、いいじゃないですか、いいじゃないですか、はい、それなんで、はい、まあ、まさかつくんはコロコロっとしてずらして、うんうん、乗っけたらまた新しいコンテナを、あ、はいはいはい、感じなんですよね。暇ですね、暇ですね、時給200円の仕事ですけど、そうですね、結構大事なんです。僕ね、やっとやってたんですけど、はい、リフトで積み替えたりとか、うん、コンテナ入れ替えたりするんで、はい、でどの芋かとかどこに置くっていうのは僕がやりたいんで、うんうんうん、そういったところで橋本さんが声を上げていただきました。ああ、やりたいと、はい、うん、200円でいいからやらせてくれって、やらせてくれと、はい、無事に貢献したいと。ああ、なるほど、はいはいはい、やはり優しい男なんで。ああ、そうですね、はい、そうなんです。この水槽はさ、水300リッターぐらい入るよね。そうですね、そうだよね、はい、大体ね、そうです、そうです、うん、で、薬剤作ってですよ、はい、はい、そうですね。これさ、薬剤の分量、去年のコメントで来てましたよ。あ、来てました。はい、わかります。ちょっと、はい、テロップ入れてください。テロップ入れといてください。わかりました、はい、わかりました。じゃあ今年はテロップを入れるということで、はい、そうです。じゃあ、しんじ君はアバウトということでいいですか。あの、もう僕はもう8年目の経験です、はい、勘ですね。なるほど、はいはいはい。まあ、あんまりシャバシャバにならないように。あ、はいはい、まあ、そうですね、はい、シャバシャバだとこれ逆に乾きにくいんです。あ、なんかすごい、はい、分かってらっしゃるように。おお、分かってますよ。あなたより経験長いから。私、はい、大変失礼いたします。私、あなたより経験長いですからね。そうですよね、マークで10年ぐらいになるの。まあ、10年ぐらいになりますかね。そうですね、はい、はい、うん、はい、ちょっとマー君がまたいい長芋、そうですよね、動画で多分皆さんご存知だと思う。いい長芋買ったら自分の中ではいいとは思ってますよ、ね、もう自信を持って出荷してますから。自信を持って、そうですよね、はい、でもただ上には上がやっぱりいますよ。あ、そうっすね、去年だって6トン取ってる人もいるって。あ、いますよね、ね、いましたよ、まあ、去年天気も良かったから、はい、まあ、全体的に水量はありましたけど、うん、そうそうそう、6トンは化け物、化け物ないない、良くてことかなぐらいのイメージなんで、うん、そんなの、そう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 、まあ、聞いたこともないでしょ。そう、うん、でもね、これね、はい、本当撮ってる日、これ今日ちょっとあの、あれ有料級な情報いいですか。ああ、いいですよ。こっからはじゃああれですか、はい、オンラインサロンに、オンラインサロン行こうということで、オンラインサロン、はい、メブピー、私たちオンラインサロン持ってないですけど。じゃあこのまま垂れ流しましょう。行きましょう、はい、じゃあ今回はもう特別に無料で、はい、やはり、はい、その方有料級の情報なんですけど、はい、本数だと。本数ね、採食密度ですよ。採食密度、畑に植えた数ですよ。そうです、はい、結局はそこだというところに至りました。はいはい、じゃあどうしますか、はい、で、その方はうちら畝幅が132cm なんです。そうですね、その方は、はい、120cm です。 120cm、 畝幅が、畝幅がだいぶ違いますね、はい、かつ株間が15か16、はい、それはすごいですね。相当入ってます。相当入ってますよ、はい、
5000何株とか入ってる、もっと入ってる、もう種屋さんレベルですね。ちょっと計算して、じゃあこれもテロップですね。はい、はい、我々とその方の株数の違いをちょっとテロップで入れます。そうですね、はい、かつ、まあそれだと、はい、あとは種もうち100なんですけど、うん、はい、120、さらに120、120です。すごいですね、はい、種ふんだんに使ってますね。そうですね、だから多分種はかなり使ってると思うんですけど、はいはい、本数が多くて、はい、グラム数も120、はい、マー君なら103、根が132センチの、はい、株の方も16か、そう16か、足りなそうだな18とかにするけど、ですよね、はい、圧倒的に本数入ってます、うん、入ってますね、はい、本数入ってますね、はい、あ、ちょうどいいです、いいように、あ、これこれこれ、はい、じゃあコンテナの入れ替えということで、はい、